じゃあ痩せるリンゴ酢ってどのようなところに気をつけて選べば良いんでしょうか。そのお酢は危険です。今すぐ取るのをやめてくださいね。なぜ今からお伝えするお酢を取ると危険なのかというそのポイントをお伝えしていきたいと思います。その前にそもそもプラスのメリットももちろんありますよね。そのお酢のメリットをお伝えしていきたいと思います。お酢の痩せるポイントなんですけども、いっぱいねあるんですね。まあ、ざっくりまとめると4つです。1、腸内環境が整って痩せ体質になれるから。2、太ること。血糖値の、ね、急上昇、その間に脂肪が溜め込む、その溜め込むのを抑えてくれるから。3つ目、脂肪燃焼効果が高いから。4つ目、体質をその弱アルカリ性へと導いてくれるから、結果内臓のパフォーマンスが上がって痩せることができるということなんですね。で、今回の動画ではお酢についてなんですけれども、こちらは、まあ、腸活ダイエットアカデミーチャンネルですから、ダイエットに特化してお話をしたいので、いろいろお酢効果がある、いろんな種類がある中でダイエット効果が一番高いリンゴ酢についてお伝えしていきたいと思います。さあ、いかがですか。お酢、どんなお酢を召し上がっていらっしゃいますか。まあ、それぞれね、いろんなお好みがあるとは思うんですけれども、先ほどお伝えしました通り、ダイエットしたいっていう方はね、やっぱりリンゴ酢が一押しなんですよね。なぜかというと理由があります。こちらです。脂肪燃焼を促進してくれるから、基礎代謝がアップして脂肪がつきにくくなって、結果またその血糖値の急上昇を抑えてくれるっていうことは、この脂肪を溜め込みにくくしてくれるわけですから、まあ、それ以上脂肪がねたまらないように助けてくれるのがリンゴ酢なんですよね。そしてリンゴ酢が一押しなのは、酢酸の働きがいろんなお酢の中でも一番高いですよ、効果が。そのことで何がいいかというと、腸がすごくね喜ぶんですよ。やったーって、なんかもう腸にとってみればそうですね、こう栄養剤をもらえたような、よっしゃもう一頑張りするかっていう、そういうね、まあ、パワーをもらえるのが、まあ、酢酸なわけですから、そこでしっかり腸の蠕動運動が良くなって環境が整ったら、やはりねどんどん痩せ体質になれるわけです。そしてもう一つ嬉しいのがね、食欲を抑えてくれる効果もあるので、例えばお食事の前にちょっと飲まれると、そんなにこう暴走することがなくなりますよってことなんですよね、食欲が。でまたむくみ改善効果もあるので、やっぱり体重が減っても水分代謝が悪くてむくんでると、こうなかなか痩せた感じってね出ないと思うんですが、しっかりとむくみも改善してくれるっていう意味でも、お酢は本当におすすめなんですよ。では2つ目の項目です。何を気をつければ良いんでしょうか。なぜこういうお酢を取ると危険なんでしょうかということをですね、今回まとめてみました、この動画で。なぜかというと、私リンゴ酢のダイエット効果はもう本当にねたくさんたくさんこのチャンネルを通してお伝えしている中で、プラスの先生痩せました、健康になりましたという方が出る一方で、なかなか効果が出ませんとかね、いらっしゃるんですよ、ある一定数の方。そういった方はね、やっぱりある程度これを知らなかったからなのかとかね、ちょっと体調がおかしくなってきたとかね、いう方のその事前の予防になるために、もうこれは危険ですよって、やめましょうっていうことをねまとめてますから、ぜひせっかく先ほどねお伝えした通り、リンゴ酢ってすごく効果があるのを最大限に生かすためにも、もしも今からですねお伝えすることが当てはまる方っていうのは、一つずつそこをクリアしていかれてダイエットに成功していただきたいなと思います。でまず危険事項ということで、一つ目です。そのリンゴ酢、添加物入ってませんかっていうことなんですよね。で例えば私がですね今ハマっていますリンゴ酢、こちらなんですけども、純リンゴ酢なんです。で原材料名がリンゴ果汁とリンゴ果実、まあ、要はリンゴの果汁を 100% のみで使っただけだから、ここに例えばアルコールとかお砂糖とかね、加糖ブドウ糖液糖とか、まあ後から詳しくお伝えしますけども、とにかく余計なものが入っているリンゴ酢はダメです。逆に太ってしまいます。例えばそのままそのリンゴ酢ストレートで飲めますよみたいな、こうジュースっぽくしてあるようなリンゴ酢を、これがいいんだと思って飲んでる方は逆に太ったり病気になったりしますから、今すぐやめていただきたいなと思います。詳しくは項目3でね、じゃあどんなリンゴ酢選べばいいの先生ってお話をしますからね、もう少しお待ちください。であと摂取量ですね、
いくらですねリンゴ酢ダイエットに効くからといって一気にいっぱい大量飲んでしまっては NG なんですね。もうだいたい1日あたり大さじ1から2杯で十分効果が出ます。大事なのは大量入れるっていうことよりも続けること、コツコツ毎日大さじ1から2杯を続けることが大事です。もちろんドリンクとして飲んでもいいですし、お料理に使うと特にねお肉料理なんかはすごく柔らかくなってもうレシピね最高に美味しくなりますから、そういった形で上手にいろんな場面で取り入れてくださいねっていうことが大事なんですよね。なのでいっぱい取ればいいっていうもんでもありません。逆に危険です。お体壊しますから気をつけてくださいね。こう胸焼きしたりこう喉が焼けたりね、あの本当に危険ですからやめましょう。そしてあとポイントね、空腹時にいきなりお酢だけガバッと取るのは良くないですよ。このね摂取量のところロニーも、まあ、通じる話なんですけれども、いきなりですねもうなんかペコペコの時にお酢を入れてしまうと酸性ですからね、あの刺激が強すぎます。なので体調を崩してしまう原因にもなってしまいますからやめましょう。そしてやっぱりお酢ってですね歯のエナメル質を溶かします。なので大量にねその濃ゆいドリンクを作って飲まれますと歯の表面が溶けてしまって良くないですし、またその口腔のその、まあ、口のねトラブルですね、歯槽膿漏とかいろんなそういったトラブルにもつながってしまうっていうね危険性も非常にありますから、もうとにかくそのいきなりですね歯を痛みつけるような飲み方はしないでくださいねっていうことです。で最後です、なんといってもですねコツコツです。もうね先生って、まあ、3、4ヶ月続けてもなかなか効果出ませんという方たまにいらっしゃるんですけども、やっぱりそういった方は他でそのリンゴ酢だけで補えないような何かをねされてらっしゃるはずなんですよね、まあ、睡眠不足であったりストレスが溜まってたりですね、まあ、いろんな効果がやはりリンゴ酢だけで補えないという方はやっぱりリンゴ酢以外の改善生活のその習慣を改善する必要があるんですけれども、基本的にちゃんと睡眠も取れていて運動もしていて食事も気をつけているのになかなかっていう方はまだまだやっぱりね12週間は最低続ける必要があります。まあ、コツコツです。体質改善ですからね、そんなに急にね 1,2 ヶ月で変わるっていうものでもありません。なのでポイントはリンゴ酢とってもおすすめですから、まずはねコツコツ楽しく無理なくですね最低でもやっぱ12週間は続けていきましょう。12週間以上をしてあたりからあれって皆さん変わってくれる方が多いので、諦めずにですね楽しく続けていただきたいなと思います。はい、では3つ目の項目です。最後にどのようにということで、じゃあ痩せるリンゴ酢ってどのようなところに気をつけて選べば良いんでしょうかっていうそのねポイントを詳しくお伝えしますから、今後リンゴ酢を購入するときは今からお伝えする条件がね全部クリアできてるかなってねチェックしてみてくださいね。私も毎回ね原材料名って、まあ、リンゴ酢に限らずチェックしていますから、ご一緒にね無添加生活を続けていきましょう。痩せるリンゴ酢というのは先ほどお伝えしました、まあ、こういったね純リンゴ酢です。リンゴ果汁でできているもう 100% のものでプラスできれば有機栽培オーガニック栽培の JAS マークがついたようなリンゴ酢がおすすめです。でまたもうとにかくね無添加です。で無添加って何ってことなんですけれども、まあ、香料とか着色料とか、まあ、保存料とかが一切入っていないものになるんですが、よく私がうわこのリンゴ酢残念だなって思うそのリンゴ酢の原材料に入っているのがどんなものかっていうのをちょっと具体的にねお伝えしたいと思います。もういっぱいあるんですよ。例えばあの加糖ブドウ糖液糖スクラロースステビア酸味料香料食用油脂酸化防止剤乳化剤とかね、いかがですか、こういうものを入れる必要があるんですかってねもう声を大にして叫びたいとこなんですけれども、まあ、やっぱりこう買っていただくためにはメーカーさんも美味しくって飲みやすくって腐らなくってっていうのがやっぱりね仕方ない部分ってあると思うんですよね。なので私たちがやっぱり選ぶ目をねつける必要があるんですよ。なので今お伝えしたようなものがね結構入ってるリンゴ酢ほとんどですから、ぜひ気をつけてくださいね。はい、そして最後の最後です。もうまさにですねリンゴ酢こだわり派の方っていらっしゃるんですよね。そういった方たちがどんなものを飲んでるかというと、アップルサイダービネガー、まあ、リンゴ酢のことなんですけども、製造過程で要はろ過してない先ほどのリンゴ酢、まあ、スーパーにね
見るリンゴ酢ってこうクリアで綺麗な色してるんですけど、あれろ過してるんですよね。そのろ過する前の非加熱された無ろ過のマザーですね、要は残留物、このマザーの濁ってるリンゴ酢っていうのが結局酵素とかミネラルがこうまだまだ残ってる濁りのあるリンゴ酢っていうのがやっぱりこだわり派の方のリンゴ酢ということで、やはりろ過する前の方が、まあ、ろ過してあってもね効果はあるですが、こういった酵素の効果とかミネラルがいっぱい取りたいなっていう方はやっぱりろ過する前の濁った無添加のリンゴ酢っていうのがおすすめになります。でなかなかね見かけることないと思うんですけれども、皆さん大体ネットでアメリカとかイタリアとかね、まあ、そういった海外製品もある、まあ、もちろん国産もありますけれども、もうこだわる方はねぜひ、まあ、ちょっとねお値段張りますけれども、それその分効果は高いので、気になる方ぜひこのマザーという濁りが残ったままのリンゴ酢飲んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はお酢の効果高いだけれども、やっぱりどんなことでもプラスマイナスありますよね。光と影があるようにですよ。どうしてもそういったデメリットってどんな食品もありますよね。その部分にちょっとフォーカスして、これは気をつけてくださいね。そうすると最大限にお酢の効果をパフォーマンス上げることできますよってことをお伝えしたくて、この動画ご準備しました。ぜひ参考にしていただきましたら嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。